本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。4チャンネルの4です。というわけで、この度は私が投稿しましたインスタグラムのとある投稿が、炎上している件についてお話ししていこうと思います。すごく軽率な発言を軽率にしてしまって本当に申し訳ありませんでした。今回の件はとあるテレビ局の取材について私がコメントを口頭でコメントをしまして、そのシーンの切り抜きを、インスタグラムに投稿したところ、非常にたくさんの意見をいただきまして、今回緊急で動画を撮ることにしました。ちょっとうまく説明するのがちょっとできないところもありまして、一度その問題の映像を見ていただこうと思います。まだ疑惑の段階なんで、ちょっと何とも言えないんですけど、もし事実だとしたら、世間はちょっと許してくれやせんねって感じだと思ってますね。いやー、これはね、ちょっとね、世間は許してくれやせんよ。はい、というわけで、オープニングです。世間はちょっと許してくれやせんね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 はい、そんな感じでですね、今回、以前 YouTube には投稿してたんですけど、このね、ミヤネ屋さんのインタビュー動画を、切り抜いて YouTube にアップしたところ、自分のショートの中では本当にダントツのトップクラスで2万4000再生ということで、このね、規模感のチャンネルにしてはめちゃめちゃ再生数いい数字を叩き出しまして、で、それがね、仕事仲間とかからもテレビで見たっていう連絡が来て、そんな感じでね、本当話のネタになって面白かったっていうのが、かれこれもう10ヶ月ぐらい前かな。いや、かれこれね、今年の初めぐらいだったと思うんですけど、そういうことがありまして、ふとね、最近そういえばインスタグラム動かしてないし、なんか投稿したいなって思って、で、何も考えずにあの動画を投稿したんですよ。タイトルはもう世間は許してくれませんよっていうのでね、投稿して、そして、ちょっと経った時かな、いや、最初は全然ね、もともとね、フォローしてくださってる方だったりリスナーの方が、いいねとかをくれてたんですけど、なんかある時スマホの通知画面というか、そのスマホのじゃないや、インスタグラムを開いた時に通知がなんか3桁で来てて、ん？って思って。したら、すごいね、たくさんのこの「いいね」がついてたんです。おびただしい数のコメントがついてまして、で、もちろんね、中にはそのこの、世間は許してくれやせんよの元ネタをね、知ってくださってる方からの「あ、ようやったな」みたいなね、コメントとかね、あとそれこそ「世間は許してくれやせんよ」っていうね、その元ネタのね、方がいらっしゃるんですけど、そのちゃんとしたこの文字でのね、コメントとかをくださってる方もいて、そうだよね、分かってくれるよねって思って、思ってたんですけど、想像以上に自分のあの一言が、なんかその自分自身の意見だと 思ってる方が思って、面白すぎるな。あの発言自体が自分自身のコメントと思って、なんかこう噛みついて、言葉に気をつけよう。ご意見くださっている方がいらっしゃったりだとか、何とも言えないんだったらコメントするべきじゃないだろうっていう、コメントだったりもあったりとか、あと、なんかそれこそすごいのが、何だったっけな、その昔日本をこう虐殺したアメリカがどうのこうのって、なんかすげえ規模で話膨らんでんなっていう、いろんなね、いろんなコメントが来てて、いや、本当元ネタをね、知ってる人と知らない人で温度差えげつなって思って、
すげえなと思いましたね。まあね、元ネタを知らない人からしたら、そりゃね、私は世間は許してくれやせんよって感じだったんですよね、きっと。っていうね、まあそんな感じです。はい。まあ街角のインタビューなんでね、別にそんなワンシーン切り抜かれたのを、そこまでか、そこまで、な、あ、難しいな、これ。まあ、いや本当にね、すごい世の中だなって思いましたね。なんかインスタグラムがもともとなんかこうすごい人が多いっていうのはなんとなく聞いてたんですよ、なんかそのインスタグラムねやってる方とか話を聞いて、なんかすごい人がいるみたいなのを聞いてて、ここまでかって思いましたね。いつもねコメントくださる、まあ、YouTube のねコメントとかでもたまにちょっとよくわからないっていうか、こう反応に困るというか、なんかまあそういうコメントはねもちろんねなきにしもあらずなんですけど、インスタねぶっ飛びすぎててちょっと面白いですね、再生数もね今たった今この撮影時点で81万再生とか言ってて、全然伸びるんですよ。なんなら仕事で休憩中にちらっとインスタを開くと、もうまた3桁のねいいねがついてたりとかしてて、どんだけこれ広まってんだよって、そもそもこれ発言したのもう10ヶ月ぐらい前やぞって思いつつ、しかもそのニュースというか報道が出た時の話だからもうはるか昔だし、まあまあまあその件がね解決してないからっていうのはあるとは思うんですけど、この世間は許してくれませんよのネタを知らない人がいるっていうのと、あとなんかこの一般人の一意見でここまでいろんなお言葉をいただくのかなって思って、すごいねびっくりしております。まあでもねコメントとかね反応もらえるっていうこと自体はまあ嬉しいことなんで、まあ今回はね本当にちょっとぼや騒ぎじゃないですけど、なんかねプチ炎上みたいな感じになっちゃってて、まあこういうこともあるんだなっていうねことがございました。これをさ、まあ、YouTube をやってるからこそ別に自分はなんかインプレッション数すごいなっていう感じと、まあ、あとまあね多様性を感じるコメントですねって思ったんですけど、いやこれマジで大学生とか高校生とか主婦の方とかそういう方々で何気なく投稿した動画がこんなにわーって再生数がいきなり上がってめっちゃコメントとか来たら、なんすかってなると思うし、びっくりすると思う。本当に体勢ついてないわけですからね、やっぱり。まあ自分はね全然そういうのいろんな意見くださるのは本当にねありがたいって思ってるんで、まあ自分に対する意見じゃないからちょっとまあ何とも言えないんですけど、まあでもねそんなことがねありましたっていう動画でした。これを機にね YouTube の方にもこう流入して再生数伸びたりとかチャンネル登録者数につながるんじゃないかなと思ったんですけど、どうなんですかね。今後に期待しております。まあそんな感じで、今回はですね10ヶ月前ぐらいに撮った撮影された映像がねまたしてもこう盛り上がるんかって思って、まあちょっとね嬉しい気持ちにはなりましたね。やっぱりSNS のね発信活動をしている以上、批判コメントでもやっぱコメントだし、なんかこう全くね見向きもされないよりは何かしら反応をもらった方がこっちもね、活力につながるんで、まあ、それがね誰かを傷つけるような投稿とかでこう炎上するとか人を傷つけるような笑いを取るとかはねちょっと嫌なんで、まあ、そういう方向には絶対行かないようにはするんですけど、まあ強いて言うならもうちょっと燃えてほしい。というわけで本日の動画は以上です。フォーでした。バイバイ。よいしょ。